方は聞こえますかね。後ろの方聞こえますね。大丈夫ですね。はい。こっちの後ろの方は大丈夫ですかね。聞こえますね。それで最初にチームの映像を見ていただきたいと思いますので、スクリーンかテレビの方を見てください。お祈りありがとうございます、はい。今回はいつものチームと違ったところがいくつかあって、一つは映像班の動きなんですね。映像の働きがですね、いろいろ動いてきて、そして今回は映像班が共に来てですね、いろんな映像を撮っていたと。
まあ、戸石さんのいろいろなアドバイスがあったようですけどもですね、まあ、助けられながらこういろいろ映像をやっていた。それとともにですね、面白い現象が起こったんですね。それは賛美に、我々の賛美に触れられて泣いてる人とかなんかいたんですけど、今回は集会に何人も入ってきたんですね。でこれは今までにないことなんですね。で、ある場合は集会に入っていて、あと賛美の実践しましたから感謝したりですね、そして主を賛美したり、それから手叩いたり踊ったり、叫べってから叫んでそしたら白人のおばさんたちがみんなで叫んでたっていうでこれは今までなかったことですね。でだから賛美隊としての力がというのは、ね、いろんなところで入ってくるんですよ、我々の集会に。で座ってるんですよね。そういう現象は今までなかったのですね。それとともにですね、印の多さです。今まで一番印が出たチームではないかと、虹を含めてですね。で私たちは語られてるんですね、天の印を持って祝福を表すと。そしてですね、イスラエル行きますとガイドが言うんですね、あなた方と行くと虹を見ると、ね、そう言われてきた。だから普通でも普通じゃないんですね。それがですね、たくさんこう出てるんですね。それとともにですね、インターネットで、こちらの方ではいろいろ発表いたしましたの情報ですね、そのインターネットのアクセス数がですね、まあ、今までの最高は2万8000なんですね。それが、先々週3万1000になって、先週は4万1000になったんですね。すごい多くの方々が見てくださっていると。ただ多分おそらくそれは1日1回アクセスすると10回アクセスしても1日1回になっちゃう、そういう数え方だと思うんですね。というのは先週の日曜実は10万になったんです。もちろんその場合はね、一人で10回ぐらいやってたりなんかするんでしょうけど、ただまあここにいる方は礼拝に出てるのでそういうことないないと思いますけど、いや10万っていうのは異様な数ですよね。実はそれぐらい のアクセス数があったということですね。ちょっと今までとレベルの違う動きになってきてるわけですね。そしてですね、行った時に非常に象徴的だったのは、最初スイスに泊まったんですね。そして、ツヴィングリの教会行ったんですが、ツヴィングリはルターとともに宗教改革の 元になった人なんですね。そしてルターはうまくいったんですが、ツヴィングリはね、殉教しちゃうんです、あるいは戦死しちゃうんですね、まあ、その後カルバンとかなんかがその意思を継いでみたいな感じだったんですが、でその時にですね、非常に興味深いことがあるんですね。ルターとツヴィングリのぶつかったところで、ルターは、生産論がですね、誠の体、誠の地で、ツヴィングリは象徴説なんですね。でこれは我々は生産論、誠の体、地と考えてますけども、この生産論は私は教会論に結びつくと考えてるんです。ですから教会の恵みの力の差が出てくるんじゃないかと、こういうふうに感じるんですね。で そこが違ったんです。それともう一つはですね、まあ、根本的なことだったんですが、ルターは賛美を推奨したんです。ところがツヴィングリは賛美を禁止したんですね。でルターの賛美 の推奨っていうのはすごくて、賛美歌作ってるんですね。神は我が力って有名な賛美歌があるんですね。ちょっと小林君に騙されたんですけどですね。これはね、ルターが作詞作曲なんですよね。だから彼の音楽に対する入れ込みは、単に音楽が好きとかやりましょうじゃなくて、もう深く入ってたんですね。そして私はですね、感じます。何かというと、これがルターとツヴィングリの違いと。ルターの畑はぐっと伸びて、ツヴィングリは途中で挫折したのは、もちろんその意思を継いでその後いろいろね ありましたけど、私はね、そこの差があるってことですね、非常に強く感じたんですね。そしてですね、この、今年度の御言葉に入りますが、それとこのスイスのことがずっとやっぱり続いてるっていうのがね、一つ今回の特徴であったのですね。それで、神の戦いであるというのは昨年度示された御言葉です。神の戦いというときに、まあ、一つは教会の戦いですね。
教会は今までに違うレベルに入ってきた。それは何かというと、今までは予備的な働きだったのがこの本選に入った、去年からですね。ですから、回線の働きも教会形成の働きも個人の働きも、また賛美の働きもインターネットの働きも、これは本選に入ったものとして我々は進んでるわけです。でこれは再任に至るまで続きますから、神の戦いというのはずっと戦いなんですね。今年去年は神の戦いだから今日は神の休みとかそういうことないんですね神の戦いこれはずっと続いていくわけですね。そしてですね、この神の戦いの場合に、教会っていうのは神様の働きのポイントなので、教会の戦いっていうのは一つあるわけですが、それとともに皆さんが直面しているいろんな問題とかあるいは困難がありますよね。でその問題とか困難に対して主が解決の言葉を与えたり、あるいは解決の言葉があって私たちがその解決の言葉に立つならば、そうしますとね、言葉の成就の問題になってくるわけですね。そうしますと広く言ってこれは神の戦いになるわけです。ですから、皆さんの問題とか困難において解決の言葉をいただく。例えば、私はですね、病気だったんですね。病気だったんですね。そして祈ったんです。そしたら解決の言葉をいただきました。癒すっていう。でその解決の言葉を受け取ったんです。でそれ以降はですね、私の病気の癒しは神の問題になりました。そして神の働きになったんです。で今ね、私はそのことを盛んに話してます。それは自分の問題としてではなく、神がこういうことをやってくださったっていう、そういうポイントで話してます。神の戦いになったんです。私の息子のベニヤミン君が、脳障害になりましたね。でそれは私の家族の問題です、ね、しかし我々は祈ったのです。で癒すっていうふうに言われたのです。でその癒すっていうことを私は受け取ってから、それは神の技になりました。神の戦いですね。ですから皆さんはね、神の戦いって言ったって、教会の戦いかね、もちろん皆さんは教会の一部ですから皆さんの戦いなんですが、そういう意味での神の戦いとともに、ここにおける神の戦い、これは一つ大きなポイントとしてあるということですね。そしてですね、その神の戦いの場合の基本的なポイントがあるんですね。それは何かって言いますとね、従うということです。ここは預言者の言葉に従っていますね。主が言われたことに従う。預言者の言葉に従うにしろ、そうでないにしろ、主が言われたことに従っていくんです。ですから神の戦いのポイントは従うなのです。従うなのですね。でどうぞ皆さん従っていてください。従うかどうかはですね、神の技を見るかどうかの大きなポイントになってきます。大きな祝福になるんですね。で今年一つ分かるんですね。奇跡が起こる。今まで奇跡が起こってきましたよね。でもっと大きなことが起こりますね。大きな技が起こります。そういう言葉なんです。あ、これは来るぞっていう、ね、それは教会の働きもそうでしょうけど、我々の働き、ね、それから我々の問題においても神の戦いとして対応したときに、それが起こってくるぞっていうことをね、感じるんですね。そしてその中で面白いことが起こってるんですね。賛美の声を上げ始めたとき技が起こった。皆さん、賛美っていうのは重要な意味があるんです。賛美っていうのは感謝をする賛美ですね。言葉で天皇様ありがとうございますとかね、あなたを讃えますとか、そういう意味での賛美と、それから歌う意味での賛美、これがあります、ね、ですからこれは土台、賛美感謝っていうのは土台としてください。それ特に今回は歌うことを言われてるって感じがするんですね。でルターは 歌だったですよね。歌うですね。もちろんこれは神の歌ですね。高校3年生なんか歌っちゃダメなんですね別に歌ってもいいんですけど、我々の時代はそればっかりだったですからでこれなんですね。でこれが一つポイントになっている。ですから皆さんね、いろんな問題に対して、勝利を見ようとする人はまず言葉を求めてください。で皆さんね、賛美をするのです。賛美をするんですね。でこの時にね、一つ面白いことがなされてるんですね。それは何かっていうと、ヨシャバテたちがね、決めてるんですね。賛美を特別にする人たち、賛美隊を決めてるんですね。で神様から賛美隊っていう言葉が与えられてるんですね。
で、これは特別なことだと思います。それは今日本のキリスト教会の中で主の十字架の賛美とか CD が、いろんなところで売られ始めましたね。広がっています。これはそのことと大きな関係があると思います。それとともに先ほど言いましたね、賛美をした時にその時から、泣いたりね、外を通ってる人がし始めたんですね。ところが今回は勝手に集会に入ってくるのですですね。例えば5日目の夜なんてね、韓国の方々が集会にいて最初の賛美でいたのかな。そして説教で誰もいなくなっちゃってまあ、よく分かんないからですよね。そうですね。そして私が出た時は誰もいなかったのですね。で、私に気楽だったのですね。下手な人がいるとね、こんな風に賛美できないじゃないですか、ね、また気違いだと思われても怖いしですね。だからもう、あ、これいいなと思ってですね、私いなくなって本当にほっとしたのですおじゃーってやってですね、押してみたら何にも見てるんですよ、あの白人の人たちが前に。で、触れられてみてんですね、あれと思いましたね。で、その人たちがそのまま出席ですからね具体的にですね。で、他のところでもね、入ってくるんですよ。エルサレムでもね、ドアあんのに開けて入ってきてで、後ろの方に並んでるとか。で、これはね、やっぱり今までになかったことですよね。賛美の働きの進展がありますよね。だから賛美の働きって言った時に特別に神様の言葉を与えていると。ただしこれは神様の問題になって、我々の側の応答っていうのが必要ですよね。で、私は、ね、こう感じるのはですね、この主の十字架は賛美に導かれてます、感謝に。ですが、そう思ってください。この教会は空なんです。で、それは奇跡と結びつくからです。奇跡と結びつくからですね。まあ、統一さん言ってくださいましたね。主の十字架を表現するときに、今の表現じゃなくて奇跡の教会と書いたらどうかと、ね、言ってくださいましたね。実は奇跡が起こってるんです、皆さん。いろんな奇跡が。で、なんで奇跡が起こるかしますか。お分かりになりますか。これ賛美です。賛美と感謝と祈りと重要な関係があるんです、具体的にね。で、それは神様から与えられている言葉であって、こちらの応答は、ね、必ずしも、あ、そうかっていう感じでしょ、やっぱりね。で、皆さんね、どうぞ皆さんね、決心できる方は、私は特別に神を賛美するものとして自分の一生を捧げようと、こういうふうに決心してください。で、日本のキリスト教会の中で特にもう賛美をするっていう飯を持ったものとして捧げようと、ね、そう思った方は捧げてください。そしたらですね、ヨハネ君にですね、から質問があったんですね。他の飯がある時に賛美の飯だって、それはどれを選んだらいいんだと、一緒にやってください賛美の飯は、ね、海外宣教師の飯とか、ね、それから賛美チームの飯とは違うので働きの飯ではなくてね、霊的なことの飯ですよね。ですから、どうぞ皆さんね、ここで賛美隊っていうのは特別に立った人たちなんです。で、我々はその言葉が与えられていますが、こちら側の応答としてですね、そう思われる方、私は生涯を神様を称えるために、神様を褒め称えるために、神様に感謝するために使おうと、こういうふうに思っていてください。そしてですね、この言葉は非常に興味深いのですね。どれが今年度の言葉かっていうことでだいぶ混乱したみたいですけど22節ですね。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、そしてその後ろ、彼らは打ち負かされた。何を言ってるのかっていうと、これはですね、賛美の声、感謝の声を上げようっていうことなんですね。主の導きは、その時技が始まったって言ってる、その時奇跡が始まったって言ってる、こう言ってるんですね。ですから、どうぞ皆さんね、賛美の声、感謝の声を上げてください。で、これは、感謝、言葉でやる感謝がありますよね。問題とか困難とか、あるいは死を称えるっていうことですね。神の素晴らしい方、全能の者、王なの子、許しの方、愛の方、ね、こういう感謝ですね。それとともにですね、賛美、これを、賛美感謝と言いますね。それを賛美感謝と言います。それをですね、するのですね。それとともにですね、実はもう一つ重要なことを言ってるんです。それは何かというと、聖書を見てください。こう書いてあるんですね。
彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、ね、この賛美の声って分かるんですね。でその前の喜びの声ということですね。喜びの声、これが問題なんです。でこれは何だってことになります。喜びの声ね、喜んでる声って喜んでる、あああああってね、喜んでるわけですね。嬉しい、喜んでる、ね、これ何を言ってんのかっていうことでしょ。でこの時のシチュエーションを、ね、考えてみる必要があるんですね。この時はアモン人がモアブ人とアモン人の敵が迫っている時です、ね、で敵は今にもイスラエルを滅ぼそうとしているのです。そして敵は、ね、聖書で見る限り圧倒的な強いのです。こっちが勝てるそういうようなレベルではないのです。ですから普通だとですね、喜びの声じゃない、不安と悲しみと苦しみとですね、そして思い煩いの霊でこれからどうなるかな、どこ殺されちゃうかなとかですね、どうなるのかなって、これは普通はそうでしょ。これ何を言ってるのかっていうとですね、これこう言ってるんですね。勝ったって言ってるんです。だから喜んでるんです。勝ったって言ってる。でも皆さん勝ってないのです。敵はいるんです。敵はいるんです。じゃあどうして勝ったって喜んでるのかっていうと、皆さんね、神様がこの戦いは私の戦いだと、私が技をなす、勝利を与える、黙ったしっかり立って動かずにいろって、もう私が勝利を与えるって言ったんです。それを皆さん受け取ったんです。だから目の前の問題は何一つ変わらないんですが、彼らは受け取って何を喜んだのかって、問題が解決したってね、勝ったってね、勝利を与えられたってね、勝ったってこう言ったんです。ですから賛美をしなさいっていうのがお分かりになると思うんですね。これはもう一つ進んでるんです。これは信仰の賛美です。そして約束に対して受けたと信じる賛美です。で、まだですね、賛美を知らない人はまず信仰の賛美、この賛美をしておいてください。で賛美を知ってる人は信仰の賛美に進んでいってください。皆さんね、今年度奇跡が起こります。これそういう御言葉なんです。不可能な壁が打ち破られるって御言葉なんです。そしてですね、この不可能な壁が打ち破られるポイントが何かって言ってるんです。もちろん神の戦いで我々が従うことがそうですが、賛美って言ってるんです。そして賛美は今言ったように賛美する、ね、感謝し賛美する。だからこれを徹底させてください。そして皆さんね、皆さんの思いの中で、私は本当に主を賛美するために一生願いたい、使いたいと思われる方はそのように主に、告白してください、ね、主に賛美のために捧げるのです。そして一生ですね、賛美のために使うのです、ね、でこれは賛美ですね。そして喜びの声っていうのはもう一つ進んでるんですね。でこれは皆さん約束を全て受け取っちゃうわけです。勝ったってやるんです。やったですね。ベニ君が癒される時にもうその原則を知っておりました。癒されるじゃダメなんです。癒されたって受け取ったんです。でその時にですね、ベニ君の癒しは完璧なものとなりました。私のに対する約束の成就は完璧なものとなりました。で私が癒される時、私は癒されると言われましたが、私は癒されたと受け取ったんです、ね、ジョージ・ミューラーとかなんかそう教えてくださってました。その時完璧なものとなりました。でどうぞ皆さん賛美をし、信仰の賛美をするですね。でその時にですね、私たちは大きな神の技と栄光を見ます。それとともにですね、奇跡が起こってきますので、いいですか。今までと同じような奇跡も起こると思うんですが、っていうようなね、すごいことも起こってくると思うんですね。黙ってない、言ってください。小さな奇跡でも言っておいてください。なんかそこに特別な原則があったりするかもしれませんから、それは他の人たちに多く他の人たちに奇跡を体験させる大きなポイントになります。でそれが起こってきますので、どうぞ覚えてください。でこの時言葉を受けるっていうこと、そして皆さんね、賛美と信仰の賛美、受けたという賛美、喜ぶということですね。喜ぶってでやったんですね。で喜びましょうってね。そしてやーとかなんかやったんですね。やっぱり主の見てはすごいなと思いますね。我々ガリア湖に行きたいわけですよ、ね、
ガリラヤ湖 の, あのロンビーチホテルをね、そうでない人もいましたけど、ガイビーチのがあの星が5つなので、我々は3つなので、あっちのがいいって言った人もいるんですが、あの、まあ、ともかくロンビーチに執着してる人は結構多いんですよね。それであの最初取れないということだったんですが、逆転して4日取れたんですね。これはありがたかったんですね。ただ半分が向こう行かないといけなかったので、それは残念だったんですけど、そしたら最後の1日だけ取れないんですね。そしてなんとかホテルって言っちゃったんですね。でなんとかホテル行ったら、また集会室がちっちゃいんですよね。で、まあ、最初野外に出てきないかってできないって言われて、集会室やってほしいって言って やろうとしたらちっちゃくて入れないから、結局野外でやれって言ってですね、向こう行ってきたの好きなところでやれとで広いからずっと下がってったんですよね、下にね。そしてそこで野外で集会やったら、そこにいろんな人たちが集まってきちゃって入ってきちゃったりなんかしたんですが、その中でですね、あの聖霊に示されたんですよね。その、感謝のいろんなタイプをやりなさいってね。で、踊りと、それから、最後叫べって書いてあるわけですね。でこれがね、人がいたんではできないのです。あのロンビーチだとね、あのスタッフが見てるし、スタッフ知ってるんですよ、こっちはね。人間関係があるんですよね。そうしますと金縛りになったような高校感じでね、まず踊りができないし、ね、それからいやーってできないんですね。ところが人里離れた結果何をやろうと人は見てない結局見てたんですけど、みんなそしてですね、いやーとかなんか、言ってもですね、相手まで届かないでその時私が感じましたね、あれ主は分かって一つ一つをあの導いて笑えるんだなということをね。でガリラヤ湖が大きなチームで出たのは初めてなのですですね。で私はあの特別な事柄が進んでいくということをね、非常に強く思っております。でこれは教会だけではなくて皆さんもそうなんです。あの皆さんも見ます。でだからあの神殿のの御言葉を軽く見ないでください。その御言葉を行うのです。聞いてるだけだと技が起こりません。しかし行うときにですね、神の技が起こってきますね。そして、来年度の最初の時はですね、昨年度にこんな素晴らしい技が起こったっていうね、あの今年度もそうだと思いますよね。昨年度にこんな素晴らしいことが起こったって思われる方たくさんいらっしゃると思いますね。でもそうでない方もいらっしゃると思います、ね、そうでない方はしっかりと御言葉を使って掴んでですね、対応しておいてください。はっきりと主の技を見始めるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞ人よ人のうちに豊かにあたき、さらにご横と宮沢を荒らしてください。お願いいたします。ちょっと顎がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これは癒されました。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。なんかこうご自分の判断力に非常に自信を持っていて、それに頼ってる人がいるんですが、これは危ないです。これは確かに賜物があってそうなんですが、しかし大きな失敗をします。それゆえ神に頼るってこと、そして神に求めるってことを成していくように。なぜなら、その方の判断力で確かに成功はして今までしてるんですが、大きな失敗がこの後来ます。これはちゃんと聞くように、そして何か判断した時にこれでいいんですかって主に聞いていくように、主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。何かこう受けた御言葉で何か忘れてしまった言葉、ちょっと不信仰から落としてしまった言葉があって、そこに重要なポイントがあるという方がいらっしゃいます。何かちょっと不安を感じたら祈るように思い起こさせてください。神様はそれを思い起こさせてくださいます。これをしっかりと握るように、もう再び不信仰になって、失ってはなりません。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご言うこと宮沢を荒らしてください。感謝はしないがゆえに問題の中のこの神様の恵みは見えない方がいらっしゃいます。徹底して感謝をするように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。
天の様、あなたが今この場に存在されていることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神により癒しを行い、解放になってください。イエスキリストの名によって病の力を打ち砕く。こうイエスキリストの名によってます。お一人お一人の体と精神が病の癒せ。こうイエスキリストの名によってお一人お一人の体と精神が癒され、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 癒され。鼻と喉がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。頭が重くてちょっと不眠の方がいらっしゃいました、これが癒されました。首と肩の痛い方、肘が痛い方、癒されました。イエスキリストの名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってます。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。教会感謝会が11月26日に行われます。どうぞ教会員の方はいらっしゃってください。また来れない方はですね、榊牧師が委任状を持っておられますので、どうぞ、委任をしていただきたいと、こういうふうに思います。ヨーダンイスラエルチームは無事帰国しました。お祈りを感謝します。中国聖会、川崎、船橋聖会があります。お祈りください。で、今日の第7礼拝東京カリスマ聖会ですので、お間違いになりませんように。それから佐田京子牧師が東京安定語教会の所属となりました。また高橋宏人兄弟が油断がで洗礼を受けられました。これからの歩みのためにどうぞお祈りください。佐田牧師はですね、ちょっと具合が良くないので、とりあえずオンライン礼拝ということになります。治り次第こちらに来るということになります。感謝の戦式祷会4時半より、あとはいつもの通りです。報告をさーっとやってください。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の12月号が発売となりました。ぜひお買い求めになってお持ちくださいますようにお願いいたします。またヨルダンイスラエルチームの全聖歌 MP3 音声の CD とガリラヤ新年礼拝の DVD が発売されます。ご購入される方は私横の方までよろしくお願いいたします。はい、ゴスペルコンサートのお知らせです。まず冬ゴスペルですけれども、12月2日にザ・高円寺にて7時から開演されます。また12月20日は豊島公会堂未来座池袋というところで、こちらも7時から開演されます。チケットですけども、受付のところで販売しておりますので、どうぞご利用ください。御子新聞からお知らせをさせていただきます。パウロ秋元牧師長祈りは聞かれる5が先週から発売されております。ぜひお買い求めいただきお持ちください。また11月末まで祈りは聞かれる1から5までの、セットがちょっとお安く販売されてなっておりますので、ぜひお買い求めください。はい、大丈夫ですね。はい、それでは、これで礼拝を取りたいと思います。どうもありがとうございました。